で、そのままでいいです。うん、大丈夫だね。うん。それにしちゃうと、あの、喋ってる声聞こえなくなっちゃうからね。いいの、ゆっくりはさいな。あー、ちょっと待って。イエーイ。はい、じゃあそしたら解説、バネを外して叩く方法です。なんで、ちゃんとできるか。ちなみにこれあんま揺らすとこう見るとあの酔っちゃうから気をつけてね自分で酔っちゃうからねこれねそう、なんであの帰ってくるかっていうところなんだけど、実は跳ね返りを利用してます、うん、はい。力をなくそのまま落とすとちょっと跳ね返るんだけど、やっぱすぐ止まっちゃうんだよね。そうなんでちょっとね力を入れるっていうのがポイントです。ちょっと力を入れて、これねちょっと、まあ、一瞬力を入れて離す、そうすると戻ってきてくれます。こういう感じです。一瞬だけ力を入れて離す。なんでバスケットボールのドリブルに近いんだよね、こういうドリブルに。そう、一瞬だけ力を入れて離す。でなんで帰ってこないかっていうと、大抵の人は踏みすぎちゃう。どういうことかっていうと、せっかくこう帰ってこようとしてるのに自分の足でこうトンって踏んじゃう。悪い例です、これせっかくこう帰ってこようとしてるのに足で止めちゃってるから、うん、あ全然帰ってこないなって言ってる人は、実は自分でこう踏んで帰ってこないようにしてるっていう。自分で水なくなっちゃうよさあ、後でこれ送るからね。でそれなんで押したらなるべく早く話し上げます。であとはタイミングです。戻ってきた時にこう跳ね、戻ってきた時に押してあげる。本当にバスケットボールのドリブルにそっくりです。なのでバスケットボールに例えるとするなら、ボールの軌道をちゃんと計算しないと上手にドリブルできないんですね。ボールがこうゆっくり戻ってきてるのに、手だけこう早く動かしても多分ボールがどっか行っちゃいます。なのでこれも一緒で、戻ってきた瞬間に踏んであげる、戻ってきた瞬間に踏んであげる。まずは見ながらやっていいと思います。慣れてくると足の感覚で踏めれば大丈夫。はい、これ説明です。じゃあ、まあ